おっと、またか。一日一体なんだね。遠いどこかでカモメの鳴き声が聞こえます。しかし君は本当に哀れな人だ。私に殺されるのだから。不吉すぎるな。彼女は以前とてもおしゃべりだった。結局孤独が唯一の聴衆だった。多分おばあちゃんなので、どっちか。カモメ F とかなんだろうこれ。 FTO おばあちゃんの尾かなこれ。違うな。これするか。私に殺されるのだから。はい、はいはいはい、ありがとうございます。そう言っていただけると。創設者ってやつ？いや知らない。先駆者。ほうほうほう。まあ、このね収容所を作った人でしょ。ちょっとやばい人かもしんないよね、こういうのやっちゃうってことは。会えるのかね、出てくんの A って。つかまだ生きてんのかなっていう。その歴史の長い会社でもないのかな。私が望んでいるのは生きて帰るという、ただ一つ。ほう。 A に作られたのかな。ちょっと待って、 A でアンジェラだよ。実は私がとか言わないでね。あ、そうなんだ。やっぱりちょっとネジが緩んでるような感じの人なのかな。ほう。まあ確かにそうですね。まあ何でも聞いてくださいよ。イエソドスさん、え、服装に文句言われてしまった。ほう。セフィラが管理人を評価する権限はありません。セフィラっていうのはAI たちのことを言うんですかね、これもしかして。はい、あ、そういう、それっぽいね。情報チームのセフィラです。ほう、管理 AI のこと。はい、情報管理部。はい、まあ、あのアブノーマリティの情報はポイント稼ぐ前に教えてほしい。まあそうですよね、命と引き換えですからね。もちろんですよ。スーツ着てますけど。ほう。あ、タートルネックだ。ジョブズか。ほう。あ、新しい人出た。ネッツァック、読みにくい人ばっかりだね。ほう。セフィラの毒蛇だ。はい、ネザクとイエソド。はい、そうなんですか。うん、いいじゃないですか。毒蛇かっこいいよね。いや、かっこいいよ。うん。はい、私も業務に戻ります。本能作業を4回完了する。さあ、はい、行きます。まず3ポイントしかないんだが、雇うべきだろうよ。メイさん、やだ。カティアさん、似てる髪型、やだ。オデリー、名前がおでこじゃないんだね。はい、まあ雇用しましょう。オデリーさん、
で、まあ全部1っていうのは多分非常に危険だと思うんで、どれか1上げてっていうのがいいのかな。オデリさん、じゃ身長上げよう。マキシミン、勇気上げとく。犠牲が3になってる。正義上げたいけどな、正義上げたいけどな。よし、アランあげよう。アランの犠牲、犠牲あげよう。はい、と、あ、また書いてある。予測される最大試練、黎明。黎明ってやつの中にいくつか種類があるんだね。ホワイトの武器、ダメージ引く、短尾の夢、速度、攻撃速度最高速ってなってる。普通長距離できんのこれ。ブラウン、どういう仕組みなのかわからん。弾だと思うんだが、星5か。いやー、どうなんだろうね。オデリさん、これ持ってみる。弾ないかもしんないけど、いや、まあ最悪殴ってくれこれで。じゃあ羊装備で、モコモコ装備でいこう。どうやってんだ、こう、違うな、こう。お、ドラッグじゃねえの。なんか操作がいまいち。これでいいのか、こうか。クリックしてからクリックでいいのか。急に全員装備していますね。あれ、これなんで見る、あ、なんでもないです。選択資料は緑枠ですね。まあこんなんで良さそうなんで行ってみましょうか。スタート。さあ、どんなやつかい。うわ、なんかこれ変態来ましたね。これは多分だけど、抑圧されるのが好きなんじゃないか。抑圧いってみる。よし、レベル全員低いんだよね。唯一上がったのはブラウンさんだけなんで、ブラウンさんに行ってもらおう。抑圧どうなるかな。さあ、ブラウンさんが向かっております。来ました。どうなる、余裕。ダメです、抑圧ではありません。ダメです、やられちゃいそうです。体力大丈夫、死なないこれ、死ぬんじゃないこれ。あ、生きてるね、よかったよかったよかった。あ、生きてる。あ、うわー、めちゃミスっとる。やばくね。あ、あ、ガガガガ、脱走しとるやん。脱走だ、抑圧したら怒っちゃうやつ。どこ行ったかな。いた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 、やべえやべえ、なに、ガガガガ、うほー、即死。あー、何も見れてないからね。4ポイントで何すんのこれ。逃げようぜ。うわ、マジか、超キモい。あ、どこ行くつもりだ、全員で。多分これスンってやられるよね。あーあー、追われてるわ。だって膝歩きでこの速度だもんね。ってことは抑圧して、ミスると怒るやつだね。これ、あかんわ。
追われております。めっちゃ追われております。諦めた。来るかな。鎮圧する。全員でかかればなんとかなる。鎮圧すると帰る位置にあって全滅する恐れもあるよね、これ。まあやるしかないよね。9人がかりで。ちゃ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 。はい、取れや。いやー、戻っていく。さあ来たぞ、勝負だ。いけ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 、倒せ倒せ。なんか魔術的なことやってるけど大丈夫なんこれ。倒した。え、ん、どうなったん。おや、これどういうシステム。あ、戻っとる。頭は何だったんだろう。バケツみたいなグッズでしたけど。あー、焦ったわ。とりあえず倒せることが分かった。全員でかかればなんとかなる。さあ、じゃあですね、4ですよ。愛着、抑圧はダメだったんだね。本能に従う。本能、本能です。行きましょう。本能が高いやつ。まあどっちでもいいや。オリオさん行ってくれ。いやー、今回100ポイントか。結構大変だね。他のやつらもやるべきなんだ。ただあれだね、パワーアップさせるためにどんどんやっとくべきなんだよね。結局愛着だ。今回ネビルが担当。ちょっと待って待って待って、ネビルはここにいてくれ。一回ね、前回と同じやり方だ。本能ね。で、そうか、あと羊さんのポイントも貯めて作っときたよね。あとね、羊さんやるのはなんだっけ。羊さんは愛着、愛着の、あ、33になってる。2のやついる。アーラン、ネビルが妖精でしょ。アランあげるか。ユミさん、あー、どうしよう。ユミさん、はい、まず名前知りてえよな、これ。ちょうど12ポイント。基本情報。捨てられた殺人者。すげえ、ドシンプルな感じだね、これ。管理方法1個しかない。まあまあまあ、本能ですね。本能あげます。じゃあ、どっちでもいいや。アナスタシア。ずっと母言ってんぞ。で、ユミさんはこっちにいてくれ。ネビル、ここ。愛着。うん。で、ユミさん、あ、次、黎明来ちゃうね、また。どこだ？これか。本能ね。じゃあ夢、愛着のオリーブさん。あれ？じゃあユミさん行くべきだった。ユミさん。キャンセル。愛着で、ユミさん。で、ここに本能。基本的には誰でもいいはずだ。本能。ま、じゃあ罰。罰通り。いや、あれはくちばしでつつくだけだから、まあ放置していいや。甘神のようなものだ。本当か。多分大丈夫だ。大丈夫大丈夫大丈夫。俺は信じてるから。ほら、減ってない。全然減ってない。あ、全然減ってないから。大丈夫大丈夫大丈夫。いつか飽きる。ほら飽きた。
さあで、やっと半分で、こいつのもういいのか、こいつの管理方法ドシンプル、作業の結果が悪いとクリフォードカウンターが減少した。はい、まあ、前回の通りですね。抑圧しちゃったんでね、設定マゾだと思ったのにね。はい、バツ取りはいい。羊さんは弓、愛着で弓で、こいつ本能でオリーブで、そろそろあれ来ちゃうね。アランを装備させとくか。これアランがブラウンにする。今回ブラウンさん心臓つけて、うん、で妖精がネビル、なんだっけ、愛着本能にするか。ポイント低い方、こいつのポイントが低い方、犠牲の方だね。これなんだっけ、ネビル、はい、で脱走情報、カウンター1だわ。だから1回でもミスると脱走するんだな。後悔、おー、あと4ポイント。高い普通、普通で多分抑圧が低いんだろうなこれね。一番引いちゃいけないの引いたね。はい、本能オリーブ、夢、愛着の誰だっけ、あ、来た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 、あー、これか、2箇所で生まれてる。とりあえずこいつはオリーブさん終わるの待つ。いや、オリーブさん今何やってんだっけ。オリーブさん終わるの待とう。これが終わるの待って、で、こっち、ブラウンはいい。ネビルが妖精だよね。覚えとかないと。うん。いけいけ。倒せ。あ、銃撃ってんね。いけんじゃないこれ。OK。あ、OK じゃない。いけいけ。ちょっと意外と硬くね。倒した。良いですよ、良いですよ。で、5人いる。ユミさんもいるね。ユミさんも一緒にやろうぜ。ほんと、こうか。と、ユミさん。はい。いったれや。5人がかりで、袋叩き。オッケーオッケーオッケー。なんかピヨピヨやってる。なんか、これ出てんのかい？倒した。これ何？ちょっ。脱走脱走。囚人の方、囚人じゃねえ、なんだ。殺人者の方は、いいんだよ。殴って。で、問題は、羊の方は鎮圧するとあかんことになるので放置すればいいんだよな。逃げろってことね。あと眠ったやつがいるかもしれない。眠ったやついる。まずどこにいるか見ようか。いたいたいた、これ来た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 。5人いるね。5人で行きゃなんとか。来た。これ勝手に血圧になるのか。いけいけいけ、やれやれ。やれる？ギリギリ、あー。
マキシミンが選択、マキシミン逃げようぜ。どうやってやればいいこれ。マキシミン、なんかおー羊、マキシミンやばいからね。マキシミン、あ、どうやって逃げればいいのこれ。どうした、生きてるこれ、生きてんのこれ、生きてるね。羊、あ、ダメダメ、攻撃しちゃいそう。逃げて逃げて、ダメよ、攻撃しちゃダメよ。もう逃げて、回復しよう。ギリギリ死んでまうわですよ。あー、なんとかなった。光が貫通してんねこれ。あ、戻ってった。ここでこいつだ。いや、攻撃はしてみたいけどね、そりゃ。まあそれはなんかどういう風に姿を変えるのかとか、それは一回クリアした後にまたおいおいやりましょう。食らいそうだね、食らった。どう、ん、どうやらいいの、俺がクリックすればいいの。おい起きろ、おい起きろ、連打、あ起きた。あ、ちょっと目がなんかちょっと違ってたね、いつもとね。あれ、マキシミンが、あ、いたいた、ユミさんがここで寝てて、あ、いたいた、生きてる、マキシミン、マキシミン、あーよかった生きてた。あ、クリックか。起きろ、起きなさい。はーい、おはようございます。こっちね、羊さん戻ってくれんかの。あ、戻った。あ、終わったんじゃないこれ。はあ、なんとかなったということで、作れるアイテムを作って解放か、解放して、低いもんね。あの頭何だったの。彼の額には常に傷跡がある。ほう、死刑囚、私の頭が金属になっているようだ。頭の中で金属の反響が聞こえる。そういう思い込みで、あら、ちょっとまだいっちゃってるタイプのやつですねこれね。せっかくだ、作っときたよねこれね。25と25、1個ずつぐらい許されないかな。本能、もう大丈夫でしょ、ゲージ的な面で言うと。アラン、ネビル、ネビルが愛着、武器と防具1セットずつ作りたい。あれ、結構危ない、4つでアウト。あ、そう、なるほど、ここに書いてあるんですよね。ずっとはっはっは言っとるわ。いくつ、そのなんだ、ポジティブエンケファリンがいくつだと作業結果がどうなるかがこれでわかるんだ。結構普通の範囲広くない？もう一回、愛着、違う、本能でいいんだな。本能、アナスタシアで、愛着のネビル。あ、すやすやしてる。起きろ、起きた。一般職員も俺起こせるね、すごいよこれ。ゴッドハンドです。
クリックしてます、めっちゃクリックしてます。すげー寝てる。これは永遠の眠りなんで、もう無理、起こせない。戻りましょう。うん、もう一回。いや、いいか、これで防具作って。いやー、武器これでしょ。次の日へ3ポイントやっぱ低いな。はい、昇進職員が1になってる。昇進、あ、これか、オリーブさんが3になった。3レベル。さあデイ8だ。またこれか。私の頭が爆発する時間ですね。良い一日でした。人は死んだらどこへ行く。そしてそこは変わらず、エメラルドの道が美しく輝く都市のままでした。都市、場所、両方ともなんか場所っていうか。私の頭が爆発する時間、うん、爆発しようぜ。はい、職員かな。正解はおそらくこっちでしょう。でも俺は職員を助けます。はい。いやー、そう言われてもな、エネルギーと人死にどっちかっつったらね。はい、人の命よりもエネルギーが大切か。はい。失望しないでくれ。はい、パッと変わるね。これは情報管理室だっけ。あれ、また新しい人。はい。死者が出ても珍しいことじゃないじゃないですかっていうのはちょっと怖いですね、本当に。はい、大したことじゃない。キャラが勝ってるな、 AI。 ホドさん、俺は行った方がいいと思うよ。行く。俺管理人失格じゃない。さっきのアンジェラさんの質問もかなりダメなこと言ってしまった。はい、出すしかないでしょうね。ひどい様だ。やっぱモニターの前にずっと俺座ってんだね。多分アンジェラさんと一緒のコントロールルームっていうか、司令塔、司令室みたいなのがあるんだろうね。はい。いやいや、それでさ、ほら、パラメータ上がるかもしんない、職員のね。洞察作業5回完了する。うん。はい、行きますよ。お、これはなんか前俺なんだっけ、ミッションとか思ってたんですけど違うね。ミッションをこなした後に1個選べるっぽいね。でなんかこう全体に効果のあるプラスのなんかを選べるっていうやつっぽいですね、これね。
アブノーマリティの幾何学的生態構成情報を可視化させます。難しすぎる日本語だね。アブノーマリティと職員のダメージを数値化、 UI の表示、これじゃねえ。体力、アブノーマリティの体力 UI、 こんなの今まで表示出てねえと思ったら、これで選んで出るようになるんだ。なるへそ。どっちかっつうとダメージ値か。俺職員の体力見てんだが、どっちかだな。これかな。これイエス。はい、さあ来ました。サインポイントしかないんで、っていうかですね、次始めるときにまたこっからになると思うんで、今回は一旦ここまでにしときつつ、これがどんなビジュアルかだけ見ようか。スタートします。で、一回やめます。部屋でかくね。名前なく、これか。これ何これ。俺これがアブノーマリティだと思ったんだけど違うね。これだね。うわー、食虫植物みたいな、違う、食人植物みたいな。うわー、ポイント16とか5とかさ、これやばいやつ来たね、いきなりね。ということで次回はこいつをなんかしないといけないわけね。わかりました。この部屋なんだろうね、ちょっとよくわかんないですけど。はい、ということで、一旦今回はここまで。次回このちゃんとね、職員を雇用して、でこのなんだろうね、変なチューリップというかブルドッグにも見えるっていうか、またヤバそうな花を飼育したいと思います。ということで今回はここまで。それではまた。